愛知県名古屋市熱田区の熱田祭り、こういうねプライベートの動画も見ていただければなと思って、はい、あもっと大きい口で甘してよ。おおすごい。ワカメ連れてきたのは見てる。おまあ岡部の得意な大食いと、いやいやこれはえぐいよ。よーいスタート。いただきます。吐く？あ、うまっ。めちゃくちゃ僅差。すごいすごいすごい。ん？結局誰が来るの？しょ。女の子。あ、そっちか。私の方ができるか。逆に？なんかメイクなんか長いついてる。まだそんなおもちゃ欲しいの？そうだもんな。東京ディズニーランド。はい、どうぞ。まだまだお子様だな。今日は何ですか？今日は熱田祭りです。熱田祭り。愛知県名古屋市熱田区の熱田祭り。熱田神宮の熱田祭り。そう、熱田神宮って有名？いや、僕県外勢ですから全然知らなかった。子供たちはチョコバナナ、おいしい。もう入ってるめっちゃ人多い。キモ、めっちゃ頬張るやん。タコも食べとるよ。いつ前にあ、こいち。まあでもこの後翔くんたち合流なんですよね。そう、翔とレイと岡部も来るよな。可愛かった。え、もっと大きいお口で甘してよ。はい。もっと大きいお口で食べてよ。シラハが大きくて食べて。はい。いつも乗り換え道場を見てもらってる皆さん、今日はですね、熱田神宮という熱田神宮の祭りに来ていらっしゃる皆さんですよ。違う、日本語違う。で、まあまあ、で今日はまあちょっとまあそういう企画とかじゃなくて、でこういうねプライベートの動画も見ていただければなと思って、はい、あ、はい、僕らのプライベート動画をね。そうですね。でみんな和気あいあいとしてみんな仲いいんで、僕以外、はい、こいつはもうずっと女見てます。女しか見てません。女3つで、女3つで強いで。花火は何時間の？花火7時から。ばっかり。楽しそう。今欲しいわ。今そう。ねえ、なっちゃったじゃん。なんで？どうした？俺だけにこのね。ニャニャニャ。ギャン泣き、ギャン泣き。トラウマ案件。どうする、何する、祭りで女の子ナンパ、はい、最高ですね。ナンパもう別にいいよね。結構動画でそんなこと話してくる。じゃあ足場の職人になれる人をナンパ。ナンパ
あ、ごめんごめんごめん、勘違いしちゃった、ごめんごめんごめん、スカウト、ごめん、大変申し訳ございませんでした、スカウト、すいません、あ、そっちのナンパね、課題とか見て、あー、足場向いてんね、そう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 、どう、何かえどうしようみたいな、ね、足が細いとか、おっぱいが大きいとか、そういうことじゃなくてね、あ、はいはいはい、失礼いたしました、ごめんなさいごめんなさい、とりあえず髪長いから、とりあえず髪長いから、ほら。お疲れ様です。ただいま熱田祭り花火が上がっております。人が多すぎて屋台では撮れませんでした。おお、すごい、いい映像ですね。すごいね、花火だから。おお、すごい、綺麗だね。久しぶりに見るかも。久しぶりじゃない？久々っす。まあ、見たところで僕は何も思わないんですけど。感情がない。メンタル弱いくせに。すごーい。暗い。岡部くんすごい？すごい、花火。腰痛い。多分死んじゃう。綺麗だね。見てくるよ、クリオくん。お金連れてきたのは。え？誰？すごい。パック綺麗。いや、充電ない。いやじゃない。一緒見て、姉ちゃん。パックと一緒。姉ちゃん綺麗。どう？おお。アンパンマン来た。そうさ、試していい。うん。この後ろ姿をさ、花火とさ、こちらの会場に合わせろかと。横でもいいっす。横でいい。絶対無理。絶対できんだろお前。岡部のせい。おお。カメラマンっぽい。カメラマン。カメラマンっぽい。変態カメラマン。家の中から。大事。どかん。どかん。見てる？お。綺麗だね。よちゃん、見て、でっかいね。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はココイチさんから案件で来たと。案件動画です。さっきまで熱田祭りにいて、そうまあ、動画が成り立ってるかどうかしょぼすぎるということで。まあ岡部の得意な大食いと。俺別に得意なんて一回も言ったことないって体型見てもらえば分かりますけど、やっぱこっちの方が有利かなとは。あ、ちょっとこれだけは言ってください。体型でデブイコール多いではない。確かに。そう、デブは好きなものを好きなだけ食べるからっていうの。俺自分が提案したくせにめちゃくちゃハードル下げてくるやん。無茶なすりつけてくる。保険かけすぎだこいつ。まあとりあえずルールとしましては、量が1000、1キロですね。1キロ、トッピングは自由です。味変とかね、でも絶対必要になってくるから、まあそこは各自の判断でね、各々で。これ負けた方が
じゃあ何が、何かありますか。負けた方プロスピの坂本売却でどうすか。グロい。それやめましょう。受けたよ俺。あ、そうだ。お互い坂本は大事なの。別に勝てばいいじゃん。いやいや坂本は大事だ。勝てばいいんだもん。ダメダメ。なんだろ俺ポークカレーの普通で1キロのチーズトッピング。チーズトッピングでチーズって避けれます。あ、別の皿で。あ、かしこまりました。おー、なんかこの皿は普通でよろしいですか。はい。作戦考えとんね。ポークカレーの1キロで1キロ、はい、でスクランブルエッグトッピング、はい、であとルー冷たくしてください。ルーぬるめで、はい、辛さは普通でよろしいですか。甘口どうでしょうか。甘口でソースも一緒に食べました。なんウスターソース、はい、はい、ウスターソースだって静岡入れます。僕はカレーにソース入れますもん。多分入れる人いると思うんでコメントで教えてください。1キロいけるんすか。俺だってさっき串食ってるの見ましたよ。大丈夫ですか。串もちょっとお腹に来るなとか言ってつまみにしたり。えぐい。あ、2人とも一緒なんです。あ、チーズ、はい、まあいやいや、これはえぐいよ。どんぐらいでかいっすか。え、やばすごいんだけど。え、まあ、チーズは賢い。帽子よりでかいですからね。確かに手のひらはでかい。これが300。こうやってみるとすごいね。3倍ですか、ね、いや、すごいよこれ。一応タイム測ろうか。セッティング。じゃあご飯が右なんだ。一人ずつ意気込みをどうぞ。とりあえず食い切ります。弱音吐いとんね。はい、まあまあ食後のデザート何しようかなと思います。かっこいい。負けたら罰ゲームだから、はい、罰ゲームはお楽しみで、はい、いきます、はい、よーいスタート。いただきます。まあ最初はね、最初はねいいの。そんなどう、うん、ぬるさ加減おいしい。おいしいです。もうこれ見るだけで腹いっぱいなんだけど。でも竹のやつ熱いんじゃない。熱いっす。それ…あーやばい。あーいいベース。大食いの選手みたいな食い方しますね。あぽいぽい。わ飲み物やん。カレー早い早い。竹なんか隣が面白すぎて早く。そんなのどうでもいいって。ちなみに米俺もう半分割りました。いやそれはないわ。半分いってますよ。全然いってない。あ、いってるわ。吐く。ひょっこりはん。ちなみに5分経過。やばいな。もう確実に半分は食っとんねん。ねえ、タケも。ほらさん、でも追い上げてくる。おっと、ここでチーズ投入。ソースいきます。えぐい。まあまあ入る。もうすぐで8分。10分切る。10分切る。
よし、ラストスパート。ラストスパート。ここから ノンストップに行きますんで。今9分ぐらいですか。9分半。もう無理だ。12分。もうすぐ10分やね。スパート100。早い。スパート追い込みすぎております。水押し込む。水の量がすごい。おっと、口がパンパンになってきたぞ、岡部選手。口がパンパンになってきたぞ。流し込むけど、流れなーい。こっちに残る。おかしいぞ。おっと、ここでタケが追いついてきた。やばいぞ、岡部。首をかきまくっている。やばい。岡部選手の口の中がとんでもないことになっております。笑いますね。早くカメラの充電もなくなっちゃうから早く食べて。変だ。なんかどうしたんですか。涙出てきた。変なとこ入った、ごめん。頑張れ、岡部。頑張れ。岡部頑張れ。パンパンでしょ。すごいことだ。おっと、いった。頑張れ。うわ、やばい、タケがやばい。本当にやばいぞ。岡部、本当にやばいぞ。やばい、マジでやばい。このゲームだよ、岡部。うわ、めちゃくちゃ僅差。すごい。頑張って。タケがちょっとリードしておるかと。岡部の口がなくならない。岡部の口がなくならない。その間にタケが行くのか。やばいよ追い込む。どうした岡部。あっと、これであと一口。どうも終わる。ああ岡部、いいのか。それで負けたら何もねえぞ。もう何もなくなるぞ。すごい。あと一口。ちょっと早かった、止めるの。多分14分50秒ぐらいかな。すげえ。ごちそうさまです。綺麗に食った。15分切ったね。すごい、たくさん。やったった、岡部さん。何もまだ喋れない。まだ喋れない。お疲れ様です。お疲れです。どうでしたか。いや、なんか保険かけたの無駄だったなと。言い訳タイム行こうぜ。言い訳ですか。うん、まあお腹減ってないですけどね、もともと。まあお腹減ってないけど。まあ減ってないけど1キロは食べれちゃうよっていう。ギリギリ完食はできるよっていう。ギリギリだったよ。まあでも見事なウサギとカメだったね。本当ですね。それだからみんなはこうやってコツコツやることが大事なんだよっていう。何の動画やねん。最初にバーってやって、その場だけはいっぱい進んでるように見えるけど、やっぱり自分のペースを守ってやってる人が一番いいっていうことなんですよ。教育動画。ちょっと何言ってるか分からないんで、罰ゲームはビンタで。ビンタ。タケからビンタで。てて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 。まあ強く言っていいよ。弱くね。
まあ先輩の優しさだな。よかったな。カレー食べれなくてビンタもらうんすよ。いやまあ負けたんだもんっていう感じですかね今日。そんな1キロ食える男たちがいいねと思ったらこの動画を高評価と、コメントお願いします。お願いします。まあということで、熱田祭りの残念だったんで、まあおまけ動画です。これはおまけで1キロ食わせました。ありがとうございました。はい、じゃあせーの、また見てね、また見てね。最後おまけで何を、俺の完食する動画。ちゃんと食べますよって。苦しい。完食。